今回はアルコールストーブのガジェットを作っていきます。小型のスチール缶を利用したアルコールストーブと灰皿用ブリキ缶を利用した容器及び五徳のガジェットになっています。材料はカレー粉が入ったスチール缶、直径5ミリの銅パイプ、ハンダ、麻紐、灰皿のブリキ缶、蝶つがい、そして銅パイプを曲げるパイプです。ブリキ缶にアルコールを入れていきますが、水による漏れを確認します。漏れがあります。ハンダによりスチール缶の継ぎ目を埋めていきます。ハンダの継ぎが悪い場合は紙やすりでスチールの面を粗くします。再度水漏れの確認で漏れはありません。銅パイプを加熱して柔らかくして曲げやすくします。さらに砂を入れると曲げる時のパイプの潰れ防止になります。麻紐はアルコールの流れを穏やかにします。きつく入れすぎるとアルコールの流れが悪くなり、火力が弱くなるので注意が必要です。ハンダ付けするので塗料は落とします。アルコールの吹き出し口の穴径は 1.4 ミリとしました。アルコールジェットストーブ本体の完成です。次に五徳を作ります。直径3ミリのステンレス棒を曲げていきます。直径5ミリの銅パイプで五徳を支えます。以上、五徳及び容器の完成です。
プレヒート用の受け皿でドリンクのキャップです。それではアルコールジェットストーブを組み立てて燃焼確認を行っていきます。蓋は完全密封しません。ジェットストーブの本体は熱くなりますが手で触れます。また五徳および容器もかなり熱くなりますがハンダの溶け出しはありません。そして燃焼は20分以上持続しました。以上、ジェットストーブガジェットの DIY でした。